タケジャパンです。今日は、先日ですね、少し前にコメントをいただきました。でそのコメントっていうのはちょっと難しいのではなく、初心者でも分かる、コンビネーション、もしくは、構えて始めって言った時に最初に出す技とかをやってもらえませんかみたいな、コメントいただいたんですけども、コンビネーションもあるんですけど、コンビネーションの概念っていうのは、コンビネーションっていうのは、パンチから下段とかやるんですけど、この回路を作る練習であって、その戦っていくうちに同じ相手になればなるほど、決められたコンビネーションをただやるだけだと入んないんですね。で入んなくなるので、コンビネーションというよりもその回路を作ったら、空いてるところに瞬時に、コンビネーション的な感覚で入れていくとか、そういう感覚なんですね。で、あとは構えて始めで最初の攻撃を、どういう攻撃をするんですかって、これも相手に対してですね。相手の動きによって何になるかはまた変わってくるので、ちょっと今日はですね、おそらくその方は受け返し、その攻防がうまくできないんじゃないかと思います。で、じゃあどうすれば攻防がうまくなるかっていうのを、今から、ちょっとした考え方を一歩先の考えができれば、本当に受け返し攻防で簡単になってくるので、これからやっていきます。それではやっていくんですけども、ここが分かるとパンチに対しての、受け返し、もしくは蹴りに対しての受け返しの攻防ですね、組み手の中での攻防っていうのはすごくやりやすくなります。で、まず、普段の練習の中で、おそらくですよ、これうちの道場でも、最初そういう練習をするんですけど、まずじゃあこちらからですね、パンチを、じゃあストレートならストレート、で攻撃をしていきます。で、それに対してカウンターパンチで返しましょう。で、そうすると来ます、受けて、パンチ返すわけですね、パンチ返すわけですね。で、こっち来ます、受けて返す、これは、この反復をするわけです、で次、じゃあ攻撃交代しますよ。で、こっち側がまずパンチストレートで行くのを受けたら返すですね。で、こっち受けたら返す。で、大体ここで終わっちゃうんですよ ね。これが実際、じゃあ組手をやった時に、あれなんかうまくいかないぞ、やられちゃうよ、っていう原因の一つになります。それではどうしたらいいかというと、まず相手が攻撃をしてきます。受けて、返しますね。返したら、実は実際の攻防の中では受けて返したら、この人は自分の攻撃を受けて返してきます。返してくるんで、さらに受けて返すところまでできないと、実際の攻防とできないです。もう一回いきますよ。相手が来るんで、来た、受けて返したら返して、下向きでもストレートでも来ます。ここで、あれってもらっちゃうんです、みんな。だから実際は、こっからさらに受け返しが入ってくる。攻撃カウンターに対して、相手は逆カウンターが来ます。さらにカウンター。このカウンター、この受け返しが続けられないといけないんですよ。で、普段の練習の中では、さっきも言った通り、もう一回で終わっちゃうんです。こっち来ます。受けて返すで終わっちゃうんです。だから、こっから先のことをちゃんと頭に入れて、その先の練習をしといた方がいいですね。で、パンチが来ました。受けて返す。したら、受けてさらに返す。で、実はこの人また受けて、これ受けて返してます。で、返って、この攻防ですね。それをパンチから蹴りとか、そういう中で、やります。それではパンチとか蹴りも使ってみますね。まず相手がこっち攻撃してきますね。来ました。受けて返したら、受けて相手返してカウンター来ます。下向きでもストレートでも来ますね。これに対して、さっき受けてパンチ受けてまた同じになっちゃうので、こっから、来たと。受けながら蹴りに入ったりするんです。もう一回今のパターンです。来た、受けて返す。はい、来た、と。こんな感じですね。こういう攻防がどんどん続いていくんですね。もしくは、もう一回いきますね。来たら、トーン、トーン、ここ、いろいろ攻防が続くんです。
ます。まず仕掛けました返し分を受けて、さらに受けてカウンターを取りに行きます。受けて、まあ、返してきますね。返してくるのはここで大体もらっちゃいけない。こっからさらにパンチとか、まあ、蹴りに入って、この攻防を普段の練習では本当にできるように、ここまでですね、その先まで、普段のこの約束組み手みたいな感覚の中でやって、体を動かせるようにですね、回路を作っておくといい感じになると思います。今日は、ね、初心者の方からコメントをいただいて、ちょっと少し、ここのところにちょっと難しいというかですね、まあ、かなり空手をやってる人には分かるような感じの内容だったので、もっと簡単なのやってくれないですかっていうので、まず本当に戦いの攻防ってどういう感じっていうのを今やりました。まあ、ここをやっとくと、普通に普段の組手の中での攻防がすごくしやすくなると思いますので、皆さんも稽古してみてください。うっ